皆さんこんにちは。メランコリーで知られる歌手のあずさみちよさん。あずさみちよの孤独死の真相や明石家さんまとの確執について紹介します。まずはあずさみちよさんの経歴とプロフィールから紹介します。あずさみちよは日本の歌手女優です。本名は林みちよです。血液型は O 型です。株式会社アラベスク所属で株式会社プロダクション荻と業務提携します。日本統治下の朝鮮釜山市生まれます。福岡県福岡市博多区出身です。福岡女学院中学校高等学校2年中退でした。宝塚音楽学校中退でした。幼少期からバレエ教室に通っていました。中学の時に初めて宝塚を感激し、月組トップスターに一目惚れし、自身も男役に憧れ宝塚学校へ入学しました。しかし在学中に渡辺プロダクションのオーディションに合格し、歌デビューの話が舞い込んだため学校を中退し上京しました。1960年代から1970年代を中心にヒットを飛ばした。アメリカンポップスから歌謡曲まで幅広いレパートリーを持つ1962年にデビューし、その年に大ヒット曲「こんにちは赤ちゃん」をリリースしました。翌年には日本レコード大賞の大賞を受賞し、紅白歌合戦にも初出場しました。その後もヒット曲を連発し、人気歌としての地位を確立しました。 NHK 紅白歌合戦には63年から7年連続計11回出場です。74年には自身で演出し、あぐらをかいて歌った「二人でお酒を」が大ヒットします。76年にはメランコリーが当たり、大人の女の息を歌うシンガーに脱皮しました。71から78年にはテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい」の2代目アシスタントになり、バラエティでも才能を発揮しました。あずさみちよさんが心不全で亡くなっていたことが3日分かった。76歳でした。所属事務所によると、1月29日午後、出演予定だった通販番組の打ち合わせでマネジャーが東京都内の自宅マンションを訪れたところ、亡くなっているのが発見されました。葬儀は近親者で今月2日に営んです。昭和の流行歌で日本に活気を与えたあずささんがひっそりと人生の幕を下ろしていました。所属事務所によると、あずささんは今月1日自身がプロデュースする化粧品を紹介する生放送の通販番組に出演予定でした。しかし出演の打ち合わせをしようとしていたマネジャーがあずささんと連絡が取れず、1月29日午後、本人が一人で暮らしていた東京都内の自宅マンションを訪れたところ、亡くなっていました。死因は心不全でした。2012年にレコード大賞受賞者との合同コンサートで歌唱していたが、ここ数年は膝が悪く杖をついて歩いていました。持病などはなく元気だったが、ステージに立つ機会はほぼ皆無で、プロデュース化粧品の仕事をメインにしていました。葬儀は遺族の意向で近親者のみで今月2日に営んです。後日デビューから長年在籍した渡辺プロダクション時代の知人や田辺康夫ら歌手仲間がお別れ会を開くことを計画しています。あずささんは宝塚音楽学校に在学中、渡辺プロのオーディションに合格しました。1962年にボッサノバでキッスで歌手デビューしました。はじめまして私がママよと優しく歌ったこんにちは赤ちゃんは、63年 NHK 夢で会いましょうで披露して大反響でした。ミリオンヒットを記録し、同年の日本レコード大賞を受賞しました。しかし当時19歳で子供がいなかったあずささんには、清楚な母親のイメージや大ヒットが重荷になり、もっと大人の歌を歌いたいとディナーショーで歌わない時期もありました。その後米ロサンゼルスのショーで披露した際、日系二世の人々が泣く姿を見て、この歌は私の宝物だと目が覚めたと、02年のデビュー40周年で封印を解いました。同曲を作詞した放送作家でタレント永六輔さんが16年に亡くなった時にはコメントを発表しました。こんにちは赤ちゃんのアンサーソングを作ろうよというお話で盛り上がりました。長さんなしではあずさみちよという歌手は誕生しませんでしたと10回しました。素顔は無類の愛犬家で酒豪です。気が強く物をはっきり言う人柄としても知られました。関係者は喧嘩早く、
歌手仲間やマネジャーとたびたび衝突していた。しかし料理が好きでマネジャーを自宅に呼んで料理を振る舞う優しい一面もあったとシノンです。私生活では71年に俳優和田浩司さんと結婚したが、72年にスピード離婚しました。子供はおらず、その後は独身を貫いていました。ベビーブームやムーディーな大人の世界など、七色の声で昭和を表現したあずささんの曲は永遠に歌い継がれます。あずさみちよと日本を代表するお笑い芸人の明石家さんまとの間に今も語り継がれるある事件が起きたのをご存知でしょうか。1986年10月放送の明石家さんまの看板組さんまのまんまにあずさみちよが出演した際、収録中にシャンパンを開けることになった明石家さんまに対し、あずさみちよは線を飛ばさないで気をつけてと注意しました。シャンパンをポンと音を立てて開けるのは下品とも伝えて注意したものの、明石家さんまは注意に従わずに勢いよく栓を開け、シャンパンが噴き出してしまいます。噴き出したシャンパンはあずさみちよが着ていた約80万円のドレスにかかり、その時点であずさみちよの顔には怒りがにじんでいました。その後番組はあずさみちよのヒット曲についてトークすることに。ここで明石家さんまがあずさみちよの代表曲であるメランコリーや二人でお酒をの曲名を思い出せず、あずさみちよは好きなら思い出せるでしょと食ってかかります。これに対し明石家さんまが知らんわと失礼な一撃を浴びせたことで怒りがヒートアップしたあずさみちよがついに本当に知らないのと詰め寄りながら明石家さんまの顔にシャンパンをかけるという事件が起きました。あずさみちよにシャンパンをかけられた明石家さんまは、いつも男の人にシャンパンかけてんの、おかしな人とデートしてはると追撃。あずさみちよはさらに怒りをろわにし、またしてもシャンパンを浴びせて私激しい女なのと攻防を繰り広げました。ついにスタジオからは笑いが消え、明石家さんまはあずさみちよから逃げ回るように、あずさみちよは複数回にわたり明石家さんまにシャンパンをかけた後、無礼よねと言い残しスタジオを去りました。あずさみちよが怒った理由についてはオンエアはされなかったものの、当時噂になっていた不倫について話題に取り上げられたことがさらなる怒りを買ったとも言われています。あずさみちよさんは結婚していた期間もありましたが、後に離婚し生涯独身となりました。しかし1983年頃には西武ライオンズの名選だった東尾治さんとの不倫が発覚しました。不倫関係は20年以上も続いていたと言われています。不倫が報じられた当時、あずさみちよさんの自宅を取材した記者は彼女が気の強い方だと話していますが、あずさみちよさん自身は家族への情が強く、特に娘のことを大切にしていました。不倫発覚の際、東尾さんの奥さんではなく幼い娘がお乳さんを返してくださいと涙ながらに訴えたと言われています。明石家さんまはシャンパン事件後、過去に女優の加賀まりこや石原まりことの出来事を挙げて、今まではまりこという名前の女が嫌いだったが、今はみちよという女が一番嫌いだと語ったと言います。もはや二人の仲は修復不可能、芸能界での関係性にも亀裂が入り共演 NG になったと言われていました。実際にさんまのまんまの放送後に視聴者からあずさみちよに対するクレームが何件も入ったようで、この事件以降しみちよのテレビ出演は激減しています。後にあずさみちよが明石家さんまに謝罪し、お詫びの品としてブレスレットを送ったことが判明。決して仲が良いとは言えないものの、犬猿の仲と思われた関係は修復されたようです。そしてこのシャンパン事件は現在もさんまのまんまの名場面集で何度も取り上げられるほどの名シーンに、今では笑いの種として語り継がれるようになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。